古今モンスト物語第1話イザナミ昔のモンスト。やっぱイザナミといえばこのゾンビの蘇生ループだよな。ずっと蘇生し合ってすげえめんどくさいことになるし。ただ最適キャラのテキーラを連れて行って真下ら辺で配置してるとこのレーザーがすごい役に立って雑魚処理しやすいんだよね。今のモンスト。その光景はまるで世界に終わりを告げるかのように敵キャラを殲滅していった。マジマンジ昔のモンスト。ただやっぱりイザナミの醍醐味っていうとこのマッチショットだよね。敵の弱点の隙間でカンカンすることによってダメージを大きく稼げるマッチショットはゲージも飛ばしたりできるから非常にやってて気持ちいいよね。あとはラスゲに備えての配置も大事だよね。このシールドを使って、まあ、ランダエッセンスとかで貼り付いて次のボスのね頭の上の位置に配置しておくと次のターンねすっごいダメージ出せるからこれが使えると便利だよね。今のモンスト。この緑色の髪の少年は大丈夫だよと言っていたが動画の進み具合からしてこの後イザナミがどんな目に遭うのか大体想像ついた。わお。古今モンスト物語第2話山竹昔のモンスト。やっぱヤマトタケルの代名詞といえば反射のキャラで雑魚の間にカンカンするね。この雑魚処理だよね。綺麗な角度で入って残さず倒せるとね本当に気持ちいいよね。今のモンスト。本来であれば3手や4手必ずかかるところをいとも簡単に友情コンボだけで1手で抜けていく。さすがに草。昔のモンスト。ヤマトタケルは本当にボス戦が難しいよね。敵の攻撃も痛いしラスゲは特にね嫌な感じにダメージウォールも貼られるから櫛棚の SS で AGB のキャラを動かしたりあとは半金の壁ドン SS でうまく突破したいね。今のモンスト。まるで瞬きをしている時間だけでボスをなぎ倒していくその姿はどちらが敵キャラなのかわからなくなるほどに残虐であった。あといかにもヤバそうなやつ投げるのやめません。古今モンスト物語第3話クシナダ昔のモンスト。クシナダの道中で出てくる敵たちはかなりめんどくさい攻撃をしてくるよね。ワープを展開したりとかマヒメテオを撃ってきたりとかあとはイザナミ同様にゾンビの蘇生ループがあったりとかそしてなんといってもこの中ボスのスプリッツァーの毒攻撃このイザナミのレーザーをうまく使ってなんとか突破していきたいよね。今のモンスト。大量に出されたそのレーザーは某イカのゲームごとく画面を染めていく。何を食べたらそんなにレーザーが出せるのかイザナミにも教えてあげてくれ。昔のモンスト。ボス戦のクシナダは攻撃自体は少ないんだけど圧倒的な耐久力を持ってるよね。特にラスゲは100番出してもこれだけしか削れないし弱点を殴ってもなかなか火力が出せないからイザナミの友情コンボの反射レーザーをうまく弱点に当てたりあとは SS のメテオで蘇生してきたザコとクシナダを巻き込んでダメージを稼いでいきたいよね。今のモンスト。少年が何をしでかすのかなんとなく分かっている気がした。いや違うな、正確には前に全く同じことがあった気がした。だいわゆるデジャブってやつか。僕たちがイザナミでちまちま削っていたあの日から早5年。やだ、死んじゃうの。この夏の終わりに聞くクシナダの撃破ボイスはいつもの3倍切なく聞こえた。古今モンスト物語第4話ツクヨミ昔のモンスト。ツクヨミといえば一筆書きと言われる大量蘇生のある雑魚処理が特徴的だよね。このステージの雑魚キャラには直殴り倍率がかかってるから
通常の友情コンボではなくて、威力ゼロの味方のスピードを上げてくれるスピードアップを持ってるキャラたちを積むと楽に処理できるよね。今のモンスト、どちらが昔のモンストなのかわけがわからなくなるキャラが3体入っているが、この少女の友情コンボだけで全員を消していく。さっき話した直殴り倍率の解説は一体何だったんだろうか。昔のモンスト、中ボスからの突き読みはザコが毎ターン複数体蘇生するし、さらにその上ボスの HP も削らないといけなくて、なかなかやることが多いよね。ただクシナダを連れていくと序盤はお荷物だけど、後半は友情コンボのプラズマ、そして SS の大号令で大きくダメージを稼いでくれて大活躍してくれるよね。あとはイザナミのメテオもちゃんとボスにダメージを与えてくれるから非常にあると助かるよね。今のモンスト、ダダをこねる赤子のような SS ボイスとは裏腹に、蘇生することも許さぬ速さでツクヨミを倒していく。あ、ちなみにこいつこの不気味さと強さで降臨キャラです。ココンモンスト物語第5話、イザナギ昔のモンスト。イザナギの道中といえば、イザナミ、クシナダ、ヤマタケ1個飛ばしてイザナギのボスラッシュだよね。それぞれのステージのコンセプトもあって HP も高いからなかなか突破するのが大変になってる。プラズマやレーザーなどの強力な友情コンボで突破していきたいね。今のモンスト、とてつもない範囲で爆発を繰り返す少女は HP の高い中ボスたちをまるで雑魚扱いするかのように突破していく。というか完全に味方巻き込んでません？昔のモンスト、ボス戦のイザナギは1ゲージのみの短期決戦、そのため SS をいかにうまく使えるかにかかってるよね。さらに途中で呼び出しされる幻獣の雑魚たちはボスと HP リンクしているため、メテオ SS で全員を巻き込むとメテオ3発分ボスにダメージが入るから、これを知っておくと便利だよね。今のモンスト、砂のお城のついでに作っためちゃくちゃ光っている泥団子を危険なものだとも知らずに笑顔でイザナギに投げる少女たち。グッバイイザナギフォーエバー。ココンモンスト物語第1話、イザナミ昔のモンスト。やっぱりイザナミといえばこのゾンビ同士が蘇生するゾンビループがかなり厄介だよね。そんな時に便利なのがこのテキーラ、上方向への強力なレーザーで多くの雑魚の HP をまとめて削ってくれる。このテキーラとナポレオンが強すぎるせいでご近所マルチでは敵ナポノビっていう名前の人で溢れてるよね。今のモンスト、どうしてなんだろうか、明らかに強化されているテキーラとナポレオンがステージ1すらも抜けるのに困惑している。この攻撃を耐えるだなんて、お前ら雑魚キャラじゃねえ。昔のモンスト、ただやっぱりイザナミの醍醐味っていうとこのマッチショットだよね。敵の弱点の隙間でカンカンすることによってダメージを大きく稼げるマッチショットはゲージも飛ばしたりできるから非常にやってて気持ちいいよね。今のモンスト、君はいつぞや僕たちを助けてくれたヒーローじゃないか。これでようやくクリアできる。あの時僕たちを救ってくれた彼の姿はもうそこになかった。時の流れって残酷だね。